前の回ですね日本語の初級中級上級について話しましたねまだ聞いてない人は一つ戻って一つ前のエピソードを聞いてみてください面白いはずですねそして今日はですね、まあ、6年間の勉強について話したいと思います僕はいつも6年間日本語の勉強は6年ぐらいはかかると言ってますね前回も最後に言いましたねでも本当はまあ10年ぐらいはかかるでしょう っってていう,ふうに言まます、まあこれを聞いてる今皆さん何年ぐらい勉強してるかな、まあ、人によって違いますよね早い人は1年2年ぐらいの人で聞いてる人もいるかもしれない3年4年ぐらいで聞い,た聞いてる人が多いかもしれないそしてもう6年以上日本語を勉強している皆さんえもう10年近くになる人もいるかもしれない全然いいですよ。はい そういう人たちが聞いてもあの面白くてあの意味があるねあの勉強のためになるねそういうものをあの話しているつもりですからあの聞いてください、うん、どんな人がいてもいいねまあ6年ぐらいの勉強ですねなぜ僕はいつも6年と言ってるかというとまあやっぱりあの他の言語と比べ たらっていうことですねまあ普通例えばまあヨーロッパの言語ですよねまあ2年ぐらい勉強すすれば十分って感じですよね、えー、例えばスペイン人がイタリア語を勉強するとか、えー、まああの同じグループですね同じグループの言語の場合まあかなりわかるでしょ。で まあ、例えば多分そうですねスウェーデン人が英語を勉強するとかでも、まあ、2年ぐらいちゃんとやったらかなりレベルが上がりますね、まあ、英語はちょっと英語はちょっとここには入れられないなぜかというと英語って学校でたくさん勉強するから自分の力でゼロからやるわけじゃないのでちょっとあの英語はあのそれに合わないかもしれないね今の,あの言っていることに。まあ、だけど、 そうですね。ほんと、ほはね、やっぱり似ている言葉であれば、まあ2年ぐらいで十分なんですよ。僕は韓国人の人で2年ぐらいでかなり日本語がうまくなってる人、たくさんあの、会いましたよね。たくさん話して、まあだいたい日本語学校に2年ぐらい行くとかなりうまくなりますね。韓国人の場合。やっぱり似てるからね。文法が似てるし。中国の人、えー、中国語わかる人たちはもうちょっと時間がかかりますね。漢字は 問題なんですけどやっぱり文法が結構違うんでえー、実はね言語の場合文法が似てる方が助けますそうですね例えばモンゴル人の人は日本語は結構早い文法が似ているらしいんですねかといって日本人でモンゴル語を話せる人はあまりいないまあ、これは仕方がないやっぱりモンゴルに住んでる日本人も少ないしなんかこうやっぱりいろいろな、まあ、モチベーションですよねが上がらない かから、らがりを感じにくいですからね。そのコンテンツも日本語ほどあるものじゃないので、まあ、もしかしてモンゴルの,あの漫画とかねすごい面白いものがたくさん出てきたらあのモンゴル語を勉強する日本人も増えるかもしれないですけどコンテンツねやっぱコンテンテツ、好きなコンテンツがあるかとか旅行に行きたいかとかでそういうのがあのモンゴル人が日本に興味を持つことの方が多い。 だからまあ彼らが2年ぐらい勉強したらかなり上手くなります。はい。で、まあ、まあ遅くともまあ3年ぐらい。彼らでも3年ぐらい。だからまあ日本語っていうのは似ている言語だったらまあ2、3年で結構話せるようになるんですね。それに比べて似てない言語の場合、やっぱり最初の1、2年ってもうほとんどないみたいなものほとんどなんか 普通だったら普通じゃない人たちねす,すごい人たちは、まあ、その最初の2年とかをすごく有効に使えるんですけどほとんどの人は最初の12年って全然勉強でできなないんですよなんかこの日本語との違いが多すぎてあのなんかこう例えばヨーロッパ言語と同じように日本語を勉強しようとしたりするんですね。 いわゆる直訳をしようとしたりして、ね、直訳をね、えー、あとはなんか例えばあるアメリカ人の生徒さんが「あのあのもし先生僕があの電車の中で電話をしたらそれは無礼ですか?」って言ったんですね「ブレーブレーっていうのは、まあ、多分英語でルールを調べたら日本語で「レーって出てきたと思うんですけどあんまり使わないんですね。 無礼っていうのは失礼の意味ですね。日本語では失礼の方がよく使うとか迷惑になるとかね。えー、まあ電車の場合は迷惑になるっていうふうに言いますね。もしくはマナーが悪いとか、ちょっと失礼な感じがするとか。まあそういうふうに言います。無礼。無礼っていうのはちょっと侍のようなね。何お前、無礼なやつがみたいなね。あの、こんな時間に。 訪ねてくるなど無礼なやつね。ちょっとこうフィクションの中の侍みたいなイメージなんですよね。実際、毎日の普通の言葉としては使わない。失礼の方がよく。使うでもそういうのがあのその辞書で調べるとね。もちろんルールねで調べるとブレって出てきたんでしょう。だからそのまま使えばいいと思っている。 もしかしたらねヨーロッパの言語同士だとそういう勉強方法であの十分効果的な時があるかもしれないんですけど日本語の場合ほとんどのケースでそれだとあの間違えます、はい、その英語をそのまま翻訳すれば日本語になるわけじゃないんですよねやっぱり日本語には日本語の考え方があってあのそういうふうに考えないとできない 英語で考えている限り日本語は全然うまくならないしあの正確にあの使えないだからじゃあ日本語を勉強するためにはどうすればいいかというとやっぱり日本語で覚えるしかないんですね日本語で特にセンテンスを作る時はあの日本語であの作るしかないただ全然知らない言語なんで日本語でいきなり文章なんて作れないですよねだからコンテクストを聞くんですよ だからまあ少なくとも一つの文章を聞くんですよ。一つの文章を見るんです。でまあ僕はね文章だけだとちょっと弱いと思う。いわゆるたくさんのねあのウェブサイトやサービスやテキストあの教科書がたくさんの例文とあの例文で日本語を勉強しようとしてるんです。例文。まあエクザンポーセンテンスですね。僕はセンテンスはちょっと弱いと思うんですね。 センテンスじゃなくて、やっぱりそのパラグラフとか、もっと、まあ、ポッドキャストみたいに、ちょっと長いエッセイみたいなね。それぐらいの長さになると、あの、その言葉と言葉のリンクがもう少し見えてくるし、そう見えてくると、そのニュアンスもわかるようになるんですよ。これが、まあ、日本語コンテッペメソッドですよね。日本語コンテッペメソッドが他のメソッドと違うのは、結構長い、まあ、ダイアリーというか、 あのエッセイというかあの一つ一つのポッドキャストのエピソードはまあまあ長いでしょこれあの皆さん10分ぐらい聞いてるとまあ10分って思ってるかもしれないけどもしトトランスクリプトにしたらら結構長いですからねこれを毎日毎日聞くっていうことはまあ頭の中にこの言語と言語その単語と単語文法いろいろなコネクションリンクが分かってくるんですよ。 僕たちの頭はすごくいいですから、あの人間の脳っていうのはとてもとてもあのよくできている、いろいろなパターンとかリンクをあの見つけるのがすごく得意なんですよね。だからたくさんのインプットをしてあげれば、あの言語のこの法則ルールみたいなのが、あの脳がですね、まあ、分別して、あこれは多分、まあ、脳はそういうふうに言わ名付けないですけど、まあ名詞動詞、えー、集合 術、えー、語とかいろいろそういうのをですね、まあ、頭があの分かっていくようになる。ただその少しずつクリアになっていく感じなんで、これを続けても例えば日本語コンテペを聞き始めて、まあ三ヶ月ぐらいはもしかしたら成長を感じないかもしれないんですけど、4ヶ月目ぐらいからビュッてってあ、ブレイクするみたいになるんですよね。でまたしばらく聞き続けて、まあなんか最近。 なんかうま、私の日本語上手くなってるのかよくわかんないけどまあ勉強は日本語コンテッペぐらいしか聞いてないですねみたいなそういう人が、まあ、1年ぐらいしたらえわかるみたいなね2年ぐらいしたらおわかる3年ぐらいしたらえほとんどわかってるテレビが言うことみたいなまあそういうその気づきがたまにあるんですただ毎日成長を感じられるかといえば毎日は感じられないです なぜかというと少しずつ全体が見えてくる感じなんでその一つ一つがクリアにね、えー、なんかこうそのフェーズとして次のフェーズ次のフェーズっていう風に感じられないんです歩いても歩いてもなんかゴールが見えない砂漠の中を歩いてるような感じがするんですよこれ大丈夫これ目的地本当合ってる不安になりながら歩くんですよでもいつか水が見えるんですよね オアシスが、えー、着いちゃった、ね、こんな遠くにあるはずだった場所にたどり着いた。ありがとう哲平先生ラクダに乗せてくれてありがとう。あなたを信じてよかった。ね、だから僕たちはラクダに乗ってですねとぼ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 みんなであの砂漠を歩いてる。で僕だけが「いや大丈夫ですよみんなさんほに心配しなくてもいいですから必ずあの水がある場所に行きますから」って言ってるのにみんな。 えー、ちょっと信じられないなこの男いつも半分本当で半分うそとか言ってるからちょっと信じられないぞ。ね、で何人かは「いやてっぺ平先生を信じましょう先生にずっとついていく」で僕は「ああなたたちがそう言ってくれただけであ,あ,ありがたいです」でもほとんどみんないなくなっちゃいましたねみたいな <laughs> そんな感じで多分500人ぐらいで歩いてる感じかな僕の感覚では500人ぐらいのすごいあのファンがいると。 考えてる。はい。これ多分合ってますね。大体。五百人ぐらいの人たちはかなりコアなあのー、ファンの人たち。もちろんその中にはも,もっともっとコアとかいますけど、まあでも五百人ぐらいの人はずっと僕と一緒に歩いてこれる忍耐力そして忠誠心 <laughs> あるような気がしますね。まあ僕は皆さんにあの百パーセント忠誠心を持ってますからね。はい。本当僕。 本当に僕,僕にはもうそういうファンしかいないんですよ僕の人生にはそういうファンの人たちあなたですよあなたあなたがいるから僕はあの存在できるんですこのポッドキャストの世界でね本当にそれだけは忘れたことは一秒もないし、あのー、今でも感謝してる毎日毎日感謝してます僕は本当にいつも僕を支えてくれているまあ 皆さんはね僕に支えられれてているると思っているかもしれない、ね、僕は皆さん応援してますからねだけど皆さんは僕を応援してくれているこういうあのお互いがですね素晴らしい友達みたいな感じであの歩いてきてますからこれからも一緒に歩いていこうぜというわけでまあ今日の話はですねだから6年ぐらい、まあ、かかるんですがいいじゃないですかっていう、ね、またそういう終わりもしくは まあ、10年ぐらいかかるけど、まあ、いいでしょう。みんなで、あのー、ラクダに乗って歩きましょう。まだはね。あのー、もうすぐあの途中の休憩ポイントが見えてきますから、そこで、あの水、水たくさん飲んでください。美味しい食べ物、果物、えー、いろいろありますからね。はい。というわけで、たまに休みながら、また、あのー、頑張ろうっていうふうにね、思ってくれればいいと思います。頑張っていきましょう。それではまた皆さん、チャオチャオ、アストレイゴ。またね、またね。 あとね